はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキラーです。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編究極ですね、こちらのフロア5ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、スピッキラーですね、300年体力、ソニック焼き追いで出ます。次にジョラゴンですね、拡散ヒールスマッシュ、私を見習いため注意深く観察して行動しろを入れていきます。そしてロハンですね、取り込む経験イカ様蘇生を入れております。続いて、スタンバイにはナイフを入れます。ハイパーヒール使用も超える執念、侵略と勝利を入れています。最初のね、ゲージ回収ができない状態のものなので、かなりゲージ管理が、ね、難しいパーティー構成となっております。そして助っ人はですね、エキスパ、廃業ですね。助っ人としてはどうなんだろう。はい、では参ります。この動画はですね、いろいろなサイトと、動画さんを、参考にして、作らせていただきました。参考にさせていただいた方々、本当にありがとうございます。いきなりね、マニッシュがいるので、ね、ゲージがあってもなくても同じだろうということで、こういう風に、ちょっと今、拡散、拡散があるとね、まあ、あんまり関係なくなるので、そしてシゲチが狙うは、もちろん、リオ。はい、無事に死亡。ではですね、満を持して行きましょう。倒せたようですね。はい、倒せました。で続いて第2ラウンドの増援ですね。つけておきましょう。そしてなぜかトニオさんが先に動く。弱点はいないので、ここでね、ドハン先生をね使って、全部かばうんですね。いいでしょう。回復自体はね、よくできているパーティー構成になっているので、そこまで心配はないのですが、問題はこれなんですよね。さあ、マイクロ来ました。おっと、では
まないんで。ゲージだけね。回復しましょう。ゲージじゃない、体力ですね。体力回復しましょう。あとはもう走れば倒せるので安心です。さあ第1ラウンド、ちょっと敵に出ましたが1周です。いろいろねデバフがかかって問題なんですが、さあ行きましょう。ナイフじゃない、間違えた。はい、失礼しました。キラーですね、キラーを動かさないといけなかったんです。キラーで爆弾をつけていきます、ね、そしてですね、問題なのがですね、奥安なんですね、奥安がデバフを10分の1、攻撃力10分の1にしてくるので、これを解除していきます。はい、近づいてきたのでスイッチオン。はい、倒しました。はい、ここはですね、ナイフで状態異常を回復ハイパーヒー。では走っていきましょう。倒し切らないで、いや、ゲージは余りすぎるまで走りましょう。少しお願いしますね、行きましょう。はい、さあ第2ラウンド終了。続いて第3ラウンドですね。ブースが3なんですよね、グレーから。そうですね。はい、では一応そうですね、レボに勝っていきましょう。先にね、グレーフライがなぜか動く。そこまで没収。弱点がありました。では弱点をついていきましょう。弱点がつけたらもう大丈夫です。でですね、本当はここで走り回りたいところなんですが、シーザーがですね持ってるので、シーザーにおきましょう。まずはシーザーを撃破です。そして弱点をつきつつ、ゲージを回収していきます。
で、今度はもう、この時間で倒しちゃいましょう。はい、倒すことができました。なぜね、ゲージにこだわったかというと、第4ラウンドが、まあ、このパーティーはね、もともとゲージ回収が、ラウンド開始時のね、ゲージが全然増えないので、関係ないんですが、普通にね、やってるとね、4ラウンドは、ジョセフがですね、絡め取るバラとかね、ありますし、豪快なタクですね、スキルゲージの溜まりが10分の1になるという風になっているので、ゲージ管理はしっかりしておきたいところですね。さあ、逆転も一気に出たので、カウントリミットでした。でしょう、走って倒していきましょう。はい、リズムを出しました。でゲーム募集です。点がついたら今度は忘れておりました。エイヤースキルは普通がなかったんですね。ブレイクスキルですね。では弱点をしっかり、そして無駄な体力が ちょっと怖いので、アイテム処理はだけはね、しましょう。そしてラインで少し普通に、普通に入るかな。3万、やられますね。あ、ちょうどいた、いいところに。いいね、しっかりと。すいません、またまた失礼いたしました。では普通にいきます。これでゲージは関係ないですし、あとスタミナもですね、十分あるので、走って倒していきましょう。位置は関係ないです。5万なので関係ないです。どこにいても大丈夫です。誰も死ぬことはありません。はい、大丈夫でした。さあ、そしてラウンド、
で自分上太郎に当てていきます。さあ上太郎がやってくるので、ここはもうトントントン連打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 、タイミングが少し遅かった、でも大丈夫でした、間に合いました、よかった。さあでは近くに行きましょう。ボルネロ王子さんに決めた、アウトリミットが始まり、ね、今度はきちっとジャッペンを抜けてゲージ回収です。ゲージ回収していきましょう。ゲージ回収です、ゲージ回収が優先です。しかしルカこの影なかなか溜まることはありませんが、ナイスハイパーヒールをつけてくれてるおかげでこれでもうマジです。もう一度、回収していきましょう。そして大変なことに気づきました、誰につけたか忘れてます、誰につけたのかを忘れております。誰につけたんだ、誰につけたんだ、忘れてるな、ボルネロ王子さんでした。今度はとまずったなっていう感じですね。カウントリミット4なのでしっかり弱点をついていきましょう。弱点はつけないですね早めに気づいてるかと思います。さあ今度はきっちりついて体力も回復、もう一度逆転ついて回復、もうダブル回りましょう。倒せます、はい、ラウンド無事クリアです。グダグダしておりますがクリアです。ここでね問題になるのが意義が隠れていますからね。弱点をうまくね突きに行きたいところだったんですが、では弱点をね全員に付与していきたいと思います。しかしイギーが全部かばう、でもいい位置にイギーが出てくれたので、これでなんとかなるはずです。そして攻めてくるのがコルナです。完全なのでそこまで怖くはないのですが、やられてしまった。利用していきたいと思います。しばらく走ります。カバーユーがね、死亡しないとちょっとやりづらいところがあるので、
ちょっとですね、やり直したいと思います。気を取り直してやり直します。ここはもう完全にスルーしちゃいましょう。で、城太郎が降ってきました。いや、スキルに入ったものに対してはですね、降ってきます。これでちょっとゲージ回収をしておきましょう。これはしょうがない。ここで一応仕掛けておきましょう。ギリギリの戦いをしております、では少し走ってですね、ボルナリフがうるさいのでボルナリフをちょっと、ジョータロウにポチッとなとしておきます。これでしばらくは生還しております。ボルナレスクが小さいのは我慢です。そしてハイパーヒールでゲージを回収していきましょう。迂回はしない。99% すごいですね。そして、一応弱点ついておきましょうね。つけときましょう。ボルナリフには意味はないですが、ジョータロウにはね、しっかりつけておかないと。後々苦労しそうですからね。さあ、どっちに来る？そっちか。じゃあ爆発しておきましょう。耐えます。これです。これが怖かった。本当に怖かった。ではですね、走ってみましょう。まで走っていきます。なんか倒せたような感じですね。でも走り切るまで行きます。はい、無事倒せました。いやー、無事ドラスです。ちょっとね、グダグダしてしまいましたが、無事クリアすることができました。ありがとうございました。アップ自体がね、かなり遅くなって申し訳ありません。私もね、かなり手こずった、パワーバトルでした。本当に、皆さんが、の動画とか、サイトを見させてもらってクリアできた、タワーバトルです。ありがとうございます。ではですね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。最後まで見てくださいましてありがとうございます。ではラサバタイ。